彼には一人娘がいる。ゾンビウイルスに感染してしまった娘が。世界中がこのウイルスに侵食される中、彼は治療法を研究し続けた。しかし現代の技術はこれを治療できるほど進んではいなかった。私たちの文明に未来は存在するだろうか。未来に行けば娘の治療法があるに違いない。彼は生き残った人間が未来でワクチンの開発に成功しているだろうと考えたのだ。かすかな希望とともに彼の旅は始まるのである。プロローグ。壁が上昇しているのか、私が落下しているのか、床を見ることなしには私にはわからない。ねえ、なかなかの雰囲気ですね、これ。落ちて、坊主画面を開く。移動と、上が見れる。あ、なるほどね。ジャンプ。さあ、アクションになるんですかね。レッツノン。はい、皆さんお疲れ様です。ホロスケです。今回ね、このレッツノンっていうゲームをやっていこうと思います。ジャンプで、あ、つかまれる。おー。踏むと扉が出る。扉が現れた。あれ、あそこに行けばいいんかな？こうで、上に上がって、鍵を見つけたと。これは何かな？一つ目の扉の断片を見つけた。へぇ。これ上もなんかありそう。上もなんかありそうやけど、特には。未来の実験施設は彼の知るそれとはすっかり様変わりしている。彼は直感的にこの旅は長くなることを感じた。この秘密のトンネルの存在は、研究チームに、あ、なんか上おったけど、落ちた。鏡は左右を裏返す。これ何これ。なんか青くなって、上。最初の手がかり、鏡は左右を裏返す。そこに映り込むものだけを。なあ、この場所に来るのは初めてだと思っているだろう。これを読んでいるということは、またしくじったのか。ワクチンを盗んで未来を変えろ。英語回帰を終わらせるにはそれしかない。いいか、よく聞け。この実験施設のどこかで研究者たちがまだ生きているはずだ。ここは彼らが鏡を使って作ったのだろう。鏡に隠された秘密の力で左右を反転できる。反転ボタンを押して鏡を使ってみろ。反転、おう。方向ボタンの上か下に倒して反転したエリアを確認してみろ。立っている場所の左右が逆になっているだろう。反転ボタンをもう一度押すとエリアを元に戻すことができる。その時は反転したエリアの内側にいなければいけない。次は反転ボタンを押しながら移動してみろ。鏡を使って反転するエリアの前と後が確認できる。あ、なるほどね。ここまで反転できますよっていう。くるん。おー。なるほど、なるほど。で、戻すと。はい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 。反転したブロックに押しつぶされる位置に立っていない限り、いつでも鏡を使えるぞ。この迷路に隠れている研究者を見つけ出し、娘の魂を取り返してくれ。これが最後の挑戦になることを祈っている。何回目かのこの歴史を繰り返す的な感じなんですかね。へえ、で。これ何？これが鏡？反転。ああ、いけるようになる。いけないんですけど。何かが間違ってる、これ。戻す。あ、戻す、死んじゃうから。戻して。これぐらいやと？あれ？結局いけない？え？何かが間違ってる気がする。あ、2回でもできると。こ
これは取ってはいけない。あ、こうね。はい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 。え、ちょ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 。で？でで、あ、これは残したままじゃないとあかんから、こういうことか。こうね。はいはい。で？こっから？ジャンプは？あ、登るしかないんか。登って、ぴょんぴょんといけないんですね、これ。登って、こう。はいはいはい。で、え、ちょっとこれ難しくない？反転、反転、反転。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 あ、あ。ああ、空中でもできるんですね、これ。なんか、合ってるような、間違ってるような。ぐる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 回ってるけど、これ大丈夫？こうすると？え？登って反転。登れるようにはなったけども、これが正解なのか。でも壁の向こうに行けたりするわけですね、こうやって。これは無理か。こうでしょ。さっきこっち、戻ったよと。反転。あ、さあジャンプできますよね。反転。ね。セカンド。戻しといて上に上がる。あ、難しいな、結構。ジャンプ反転してアイテムに向かう、こう？おー、なるほどね。うさぎの人形だ、娘にプレゼントしよう。いいじゃないですか。あ、落ちる落ちる。ねえ、娘思いのいいパパ、パパなんですかね。まあでもパパなんでしょうね。はい。反転。さらっと言ってるけど、結構こう非日常的なね、超パワーですよね、これね。あ、飛び出ついた。で、で、上でクリア。あ、パズルアクションって感じですかね。なかなかよく練られたアイデアですね、これ。はいはいはい。お、これは、あ、やられた。敵なんですね。研究者じゃないんですね。やばい。怖い怖い。反転するとどうなるの？あ、倒した？戻し。ひょ。はあ、なるほどね。こう、だから、こうすると、倒せるわけですね。なるほどなるほど。あ、え、やり直すってどういうこと？これはもう積んだってこと？え、なんかグロい。なるほど。そういうことをしちゃうと積んじゃうわけですね。よいしょ。ここにはだから落ちないようにさっき反転しちゃう？じゃあ落ちてた、落ちないもんね。よいしょ。よいしょ。危ない危ない。危ない。よいしょ。なかなか雰囲気のいい感じのね。ね、これ。これはなんかセーブポイント的なやつなのかな。よいしょ。ほっほっ。
娘をね助けるためになんかパパ頑張ってるっていうね、すごいいい話ですよね。で反転させて戻して、手紙は上にあるよと。上あ、取れた。で戻してあげて、反転してはしごをつなげろ。おー、なるほどな。こうかな、こうか。はあ、いろいろな技があるわけですね。この反転、上にもあるな。上はどうしたら取れるの。もっとよいしょしたところでね、あんまり関係なかったね。うん、はい。あの先の人形取れるか。いや、バカなお前には無理だな。取れるってこと。バカじゃなければ取れる。お、ちょっと待って、これ積んだんじゃない。バカな俺がこのとこにおったってこと。とても悲しいことになってる。もしかしてこれもう戻れないですよね。さよなら。まあ、ここからよかった。バカなお前には無理だなって言われたらね、ちょっと思えますよね。よいしょよいしょ。これそんな多用していい技術なんでしょうかっていう疑問もちょっとありますけど、違うね。もう一個こっち、よいしょ、はしごをつなげまして、賢い俺ならどうするか。足場がないといけないんですよね、結局。ここで切るみたいな足場はできないですね。もっとこの辺からひっくり返して、あ、もうもう一回いくよ。ひっくり返して、これセーブポイントか、緑のやつな。なるほどなるほど。はい、湯の中開いてましたよ。進んで戻して、はい、進んで戻して、ここかな。はい、ひっくり返して、今のなんかありそうやねんけどな。関係ないかな。捕まっておれば OK。戻して、ジャンプ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 。お、オッケー、オッケー、オッケー。ひっくり返しても、一緒。はい、下行こうね。はい、セーブポイントですよ。あ、ナイスセーブ。ひっくり返せば向こう側に道ができるってことか。ね、はい、失敗したね。反転して、ここで反転か、こうだね。これはくっついて飛んでいきなさいと。わかりましたよと。で、あ、あとで、とのとですね。オッケーオッケー、はい、クリアです。すごいちっちゃいステージ来たよ。すごいちっちゃいよ。はい、やり直しましょうとね。
すごいちっちゃいのになかなか鬼畜なステージですね。はい、反転させていきましょう。反転効果。はい、反転。戻る必要があるな。ほんまに？どうよして俺変なことになったね、これ。ね。はい。さあ、頑張ろう。こっから反転して、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 なれ、なれ。あ、ミスったんちゃう、これ、ミスったんちゃう。うさちゃんゲットしたら、はい、終了ですね。つい欲にまみれちゃいますね、これね。人間性が出ちゃいますね。あの、製品。製品？製品のね、潔白と言いますが、頑張れさんのね、私めが。ここですね。くるーん。よいしょ。じゃあ、戻していくよ。戻し、戻し、はいはい、戻し、セカンドも戻してからのファーストを戻すと OK ですね。はい、クリアと。